委員長。西田昌司君。はい。自民党の西田昌司でございます。今日は政治と金の集中審議だったんですけれども、どなたがどういう質問するのは自由ですけれどもね、この今一番国民の関心のある問題に与党民主党がですね、ほとんど触れずに、ちょっと私呆れました。しかし総理、これからはそういうわけにいきませんよ。それで、早速質問しますがね、前回11月15日に私は、総理が外国人から献金をいただいた、その献金を送った方のですね、話を質問しました。もう一度お聞きします。この船橋駅前で飲食店を経営されている外国人の方から献金をいただいたという経緯についてお話しください。内閣総理大臣、野田佳彦君。はい。2000年の最初の頃だったと思いますけれども、地域を回る活動をしているときに、お声掛けをしていただいて、ご起立をいただいたというのが、最初のファーストコンタクトであります。で、その方が経営をされている、今ご指摘の駅前の飲食店に一度お尋ねをして、ラーメンをいただいたことはあります。というのが、関係の発端でございます。西田君。今ね、ラーメン屋さんとおっしゃいましたね。それで私は、そのラーメン屋さん行ってきたんですよ。事務所の人間に行かしまして、写真を撮ってきました。そして、そのメニューも撮ってきたんですがね。で、これは、インターネットでも出てますから、見ていただいたらいいんですが、なぜか、今日の理事会で、この写真をですよ、掲示することを拒否されましたから、口で言います。ここに行きますと、一番最初に目の前にあるのがですよ、韓国民団が書いてある、その、チョゴリを切られた女性のカレンダーなんですよ。そして、ラーメンももちろんありますが、メニューを見るとですね、ここに書いてあるのはあれですよ。チゲ鍋とかですよ。キムチチヂミ。豚肉キムチ炒め。このね、要するに韓国海苔。要するにね、韓国料理と書いて、メニューやってるんですよ。だから、総理、あなたね、行かれたんでしょ？行った瞬間、この店は、韓国料理の店だということは分からないんですか？野田総理大臣。行った時は、私は、ラーメンで、そんなに韓国料理があったと思いません。年代が変わってきてるんで変わったと思いますし、その後民団の役にやられたということですから、そういうカレンダーが出たかもしれませんが、私とが行った時と、西田さんの秘書さんが行った時とは時期がずれてるというふうに思います。西田昌司君。そういうこと言われると思ったんですがね、ずっとこれブログの見てましてもね、ずいぶん昔から韓国料理出しておられるんですよ。ね。それで、そもそもカレンダーとかはですよ、皆さん方もわかるでしょうけども、必ず同じところに同じ銀行のカレンダーなり、貼るんですね。だから多分昔から貼ってあったと思います。で、総理が、韓国人じゃない、日本人だと思われたんでしょ？日本人だと思われた理由は何なんですか？はい、野田総理大臣。確か日本人のお名前でご紹介があったというふうに思いますし、そういうなんか名刺交換をしたのかもしれませんが、そういう印象を強く持っています。西田君。そして、その名刺交換の名刺自体も、私はこの前も指摘しましたがね、普通の日本人の方がお使いにならない、金辺に高いというですね、そういうお名前なんですね。ですから、これは監査の時に言いましたけれども、明らかにですね、あなたはそのことを分かっているはずなんです。そしてもっと問題は、その方からですね、お金をもらったことも知らない。そして韓国人だったとも知らない。そしてさらにですね、相手の方が、総理は私のことを韓国人だとは思わなかっただろうとも弁護士を続いて言わせてるんですよ。これどういう意味かというとね、要するに政治資金規正法の外国人からの献金違反は本人がですよ、その認定してなかったら大丈夫だという、その法律的な根拠をクリアするために、あなたがわざわざ総理は、ね、私のことを韓国人だと思わなかっただろうと、そういう証言させてるんですよ。そうじゃないですか？野田内閣総理大臣。私は日本の方だと思っていました。ソロコンタクトの時で、その後にいわゆる民団の役員であったということが分かったのは、平成21年の新年会にお招きいただいた時に役運用されていることが分かりました。しかし献金をいただいたのは平成18年より前、そこはタイムラグがあるということは、これご理解いただきたいというふうに思います。で、その上で、弁護士さんが、言わせたと、
私が韓国の方を知らなかったと、そういう事実はありません。弁護士さんはあくまで公正に調査をしたということで、口頭からもあるいは書面を通じても報告を受けております。西田昌司君。まあ監査の時もそうなんですね。都合が悪くなると法律論に持っていって弁護士さんが必ずそこに登場するんですよ。あなた方の作戦はそういう作戦なんです。ただはっきり言いますが、国民の皆さん方見ていただきたいのは、この店は韓国の方が経営されていて、韓国料理をずっと昔から出しておられて、今現在少なくとも行った瞬間に民団のポスターも貼ってあって、韓国人の経営されているお店だとは誰でもわかります。それをあなたがそう言ってるんだ、それで結構です。しかしもう一つ言いましょう。あなたはその方から献金をもらっていたことも知らなかったと言いましたね。これもおかしいじゃないですか。あなたが献金をもらっていた、そして紹介を受けたのは2000年頃だとおっしゃってましたけれどもね、まさにご自分でおっしゃったように浪人中であったと、そういうその時期であったとおっしゃってましたね。で、私はその時期のですね、総理の政治資金収支報告書を見たんですよ。未来政治研究会ですか。で、そこに見ますとね、今と随分違って本当にわずかな個人献金で政治活動されてるんです。個人献金が460万余り、ね、そのうち名前が書かれてるのはですよ、5万円未満は書かなくていいんですよ。でも2万、3万、そういう方々も全部名前載せられて60名ですよ。その中の一人がその献金をした方ですよ。一番苦しい時にあなたに献金をした人を献金もらったとは知らないなんてことはありえないじゃないですか。野田内閣総理大臣。だから私は全ていただいた献金については苦労しながらやってまいりましたから、全て政治資金の記載通りやっています。で、その方を全て覚えているかというとそうではありません。名刺交換をした方に振り替え用紙を送ってご協力をいただいて、そして事務所から令状を出すと、少ないときは数十人です、多いときは数百人であります。事務所としてはお礼の対応をしていますが、私が直接それをするということではなかったということであります。西田君。あなたはそして今最初にね、どう言ったかというと、ご自分がね、わざわざ街頭遊説してたらその方に頑張ってるなということでお店に連れてってもらって、それからラーメン呼ばれてね、親しくなったわけでしょ。ものすごく印象ある方ですよ。で、その方から、しかもそのお店は今言いましたように韓国料理がずっと出てる店なんですよね。それで、そしてその方から献金もらったこともないなんてことはね、知らなかったというのはね、それは詭弁でしかないですよ。法律上はあなたの立場はそれで守れるかもしれない。しかしもし本当にあなたがその方からね、一番苦しい時に献金をもらったということすら覚えてなかったというなら、あなたは日本維新の恩知らずですよ。ね、とんでもないデタラメ。あなたは法律論争を今しようとしてるんだけれども、これは国会の場は法律の白黒をつける場じゃないんです。事実を国民の皆さん方に私はお話をしてですよ。そして事実を国民がどう感じるからなんですよ。あなたの言ってることは全部嘘だと、私はそう断定せざるを得ないと思います。そこで、私はその中でですね、もう一つお聞きしますが、先日ですね、12月2日の読売新聞によると、民主党の党規約、代表選挙規則検討委員会ですか。で、ここでですね、外国人の党員サポーターに代表選での投票を認める現在の党規約を見直して、外国人の投票権を廃止する方針と決めたとありますが、そもそも民主党のですね、この党員サポーター、外国人どれぐらいおられるんですか。野田内閣総理大臣。今、先ほど一方的に断罪をされましたけど、私は決して嘘はついておりません。自分の認識をきちっと正確にお伝えをしているということは、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。で、その上で、今のお尋ねは、民主党の党員サポーターでありますけれども、外国人の、残念ながらこれ、人数は把握しておりません。存在することは確かだとは思いますが、人数は把握しておりません。西田昌司君。皆さん今聞きました。党員、外国人の党員サポーターをこれから外すと言ってるんですよ。代表選挙のね、投票権を。ところが、外国人何人おられたかわからない。どうやって外すんですか。一体どうやって外国人の外すんですか。野田佳彦総理大臣。党員サポーター、これまでは入っていいという規約だったんです。だけど、
まあ、今人数把握しておりませんし、現実に党員サポーター参加の代表選挙って最近ありません。だから事実上何かの影響があったということはないんですが、いろいろご指摘もあって、今細川律夫さんを中心に規約の見直しの検討を行っていて、来年の党大会までに今ご指摘の方向で規約の見直しをして、そして決めていくという段取りであるということであります。西田昌司君。要するにこれも口先だけの話でね、要するに外国人のサポーター外すって言ってるけど、誰が外国人かわからなくて規制のしようがないんですよ。それじゃもう一つ聞きますがね、この永住外国人の中央参政権はどうするんです？野田内閣総理大臣。かつて、民主党が結党した頃の基本的な政策の中にこの参政権を認めるという規律がございました。で、過去に、いつのインデックスだったか、ちょっと年数忘れましたが、2008年か2009年のインデックスの時にそういう法案を提出したことがあるという事実関係を出しておりましたけれども、今は特にいろんなご意見があります。慎重なご意見もあるし、推進のお立場もあるんで、今何かを決めているという状況ではございません。西田昌司君。またこれも中途半端な答えですね。少なくともあなたの前任者の菅総理はこの問題についてはですよ、もう一度見直していくと、そういう前向きの答弁されましたよ、ね、ところが今今度は何をしているか状態ではありません。一体何なんですか。それで私は驚くのはですね、片っぽこういうことを党代表総理がおっしゃってるかと思うと、先日の11月19日の産経新聞ではですよ、前の総理大臣の鳩山さんがですね、永住外国人、特に韓国の皆様方が地方参政権を早く認めるようにというのは当たり前の願いだとね、と指摘して、時間がかかって申し訳ないが政治の立場から答えていき、民主党も最大の努力をすると約束すると述べた。さらに同席していたタルトコ幹事長代行の顔を見ながら、できるだけ次の来年の通常国会で頑張りましょうと呼びかけた。そしてそれにつ、あとですよ、タルトコ氏は、鳩山氏の思いをしっかり支えながら、国政運営に当たっていくと述べとらんですよ。一体あなた方の政党は、あちこちで、口先でいいこと言ってるだけじゃないですか。どちらなんですか、一体。野田内閣総理大臣。従って、そういう推進の立場もいます。で、私のように慎重な立場もいます。従って、慎重な取り扱いをしているということであります。西田君。要するに、ね、このその場その場で言い繕うんですね。まあ、党としての経験がないんです。そしてその場で言われれば、応援してくれる人の前では、ね、応援していただいてありがとうと、外国人の参政権与えます。そして、反対にこういう糾弾されれば、私は賛成と言ってません。で、どちらなんですかと聞けば、どちらでもありません。議論になってないじゃないですか。国会の場で、総理であり、そして民主党の代表として、全く無定権。あなたはまさにそこに座ってる資格がない。そのことを申し述べておきます。それでですね、私はもう次の問題に行きます。頑張ろう日本国民協議会という、実はですね、政治団体があるんです。で、これはですね、どういう団体かと言いますと、いわゆるマルクス主義青年同盟、マルセイドと言いますが、まあ、そこから、どんどん名前が変わってきてできた団体なんですね。時間がないので私の方から説明しますが、1973年頃に結成されて、74年のフォード大統領が来日した際にはですよ、米ソの両大使館を襲撃して火炎瓶を投擲すると。で、1975年5月にはですね、岡山大学の北新寮で武装襲撃をして、当時の岡山大1年生18歳を殺害、死体を山中に遺棄した、そういう事件を引き起こしています。そしてその団体が1988年に民主統一同盟と解消して、機関紙もこれ出してください。はい、それじゃあ、それ。それを、なってるんですね。で、それが認めるのがこれなんですね。こういうふうに、党規という機関紙からですね、民主統一、そして今、日本再生となってるんですけれども、今私が言いましたことにつきまして、事実関係、これをですね、事務方から、警備局長の方から、事実関係を教えてください。はい、警察庁警備局長、西村康彦君。マルクス主義青年同盟は過去に委員ご指摘のような事件を起こし、その後民主統一同盟と解消、機関紙も民主統一に変更したと承知しております。西田君。まあ、私の言ったことはそのまま事実だということをおっしゃったわけですね。それで
この民主統一同盟は極左暴力集団としてですね、今も公安の監視対象じゃないんですか、そのことも教えてくださいよ。